Ehi, ma le bevande non ci sono? Sì, è vero. そうね。じゃあこの素晴らしいおつまみにぴったりのお酒を選んでくれるワインのエキスパートに助けを頼んでみましょうか。Sì, ottima idea. 井口さん。Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. 井口さん。はい。このアペリティーボの美味しそうなおつまみにぴったりのワインを選んでくれますか？任せてください。ちぺんそいよ。ブラボ、グラッツィ。じゃあまず、こういうモッツァレラとトマトのジェノベーゼソースのサラダのような軽いおつまみにはどういうワインがありますか？そう、こういうアバもいいと思うんですけど、うん、やっぱり僕はこのベルメンティーノかなと思います。ベルメンティーノって結構イタリアでもいくつか作られてて、うん、あのトスカーナとかあとサルデーニャ島なんかでもよく作られてるんですけども、うん、リグリアのベルメンティーノの特徴っていうのが結構あのちょっと淡いハーブの香りとかそういったものがあるんですね。だからこの、ジェノベーゼソースに使われているバジリコ、バジルの香りなんかと結構マッチするんじゃないかと思います。なるほど。エティケットもなんか可愛いですね。可愛いですよね。モトカリーナ、うん、私それ飲んでみたいから。はい、試してみます。お願いします。あ、いい香り、美味しそう、うん、合いそうですね。絶対合います、うん、invece con questi formaggi piemontesi che cosa si abbina bene? チーズか。でも今日はすごく熟成してるいいチーズなんですよね、うん。本当はセバスティアーノのことで、あの、ピエモンテって言いたいんだけど、うん、今日はいいトスカーナの赤が空いてるので、ぜひこれと試してもらったらいいかなと思います。キャンティクラシコです。ああ、キャンティクラシコ、うん。キャンティクラシコは、あの、特にペコリーノチーズとか相性がいいので、今日はちょっと見たら、ペコリーノ、羊のチーズもあるので、うん、相性いいと思いますよ。まず、プロビアーノ。試しましょうか。いい色ですね。すごい、ベリッシモコローレ。ベルコローレ。うん。コローレ、モントフォーテ。うん。バベネ、プレンドクエスト。ぜひ、試してください。江口さん、però io non reggo molto l'alcol. Quindi, se dovessi sceglierne solo uno, che cosa mi consiglieresti? Ok. そうか。アルコールあまり強くないんですね。Esatto. で、一杯で最後まで終わらせたい。Sì, sì, se possibile. そしたら、あのプロセッコも度数的には12度から13度ぐらいなんだけども、うん、もう少し度数の低いリキュールと合わせて、うん、スプリッツっていう簡単なカクテルみたいなものを用意すれば全部楽しめると思いますよ。じゃあ、プレンドクイロ。オッケー、カペネ。アリボスービト。シー、プレゴ。イタリアの定番のカクテルのやつ、スプリッツ。うん、ノンベドローラ。お待たせしました。ケベロ。アペリティーボといえばこれなんですね。そうですね。もう、もともと発祥はベネト州なんですけども、今イタリア全土、アペリティーボって結構皆さんこういうスプリッツを飲んでますね。うん。飲んでたビール。シー、ノンベドロラディビエロ。うん。井口さん、はい、どのお料理にもバッチリ合うワインを一種類選ぶとしたら、どれでしょう？難しいな。これだけ美味しい料理が並んでるんで、難しいとこなんですけども、やっぱりアペリティーボの料理だし、うん、やっぱりこれでしょう。プロセッコ。プロセッコ。はい、うんうん、このプロセッコも DOC っていうあのエリアがあるんですけども、今すごく注目されてますので、あの皆さんにもぜひ飲んでもらいたいです。じゃあ、allora facciamo un brindisi con il prosecco? Sì, certo, proseguiamo, eh? Proseguiamo? E cominciamo l'aperitivo. Sì, benissimo. Vizzugo! Vieni! Eccoti! Grazie! 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 Allora, aperitivo ni... Salute!